皆様、はじめまして。先ほどご紹介いただきました DS マインドの藤原でございます。 本日は新川電機様のこのセミナー講師という形でお招きいただきましてタイトルをいろいろ考えたんですけども DX はじめの一歩ということでプレゼンテーションをさせていただきたいと思います私は基本的には長年鉄の業界に勤めておりましたでその後エンジニアリング会社に移りまして5年間ほど社長をやっておりましたが皆様の多くの方はですねなんでお前が DX の話すんだみたいなふうに思われていると思いますこれからいいろろお話をすする中身はですね 全くデジタルとは無縁のサラリーマン生活をした人間が8年の間に DX という大変な大きなテーマに直面してですね、悪戦苦闘しながらいろいろ考えてきたことがございます。それが少しでも皆様方のの今後の推進に お役に立てればと思いましてここに立たささせていただいておりますなお新川電機様とは私が鉄鋼会社に勤めていた時からのお付き合いでございまして大変あのお世話になっておりました新川社長ともおもう10年代のお付き合いいただいてまして新川様から私がこの DS マインドという、D、DX のお手伝いをする仕事を始めたのはつい最近1年前なんですけれどもその時の設立書をあのご覧いただい面白いことが書いてるじゃないかということで励ましていただきました その後数社のクライアントさんの DX のお手伝いをさせていただいておりますそういった経験も含めて皆さんにお話をすることでまさに DX にこれから踏み出そうという初めの一歩に繋がれば良いなと思いながらきょきょ今日この場に立たせていただいておりますそれでは今日のアウトラインでございますけれどもまず自己紹介に変えてということでまさに遍歴でありますけどなんでデジタルと出会いその後 デジタルについて考え学んできたかというようなお話を最初にやや詳しめにさせていただきたいなというふうに思っておりますそのプロセスの中で学んできたことをちょっと整理いたしましたこの整理した中身がこれから皆様方がデジタル化 DX を推進していく上でお役に立てるんじゃないかなと思いますこれ4つぐらいありまして DX の定義ですとかなんでデジタル実際に DX を進めていく上でステップバイステップ人材というものが大変重要なんですけどそういったものを できるだけ具体的な事例を交えてお話をさせていただきたいと思っております。早速ですけど、まず最初は、まあ、自己紹介に変えて、デジタル洗礼であります。2015年に私は日鉄エンジニアリングの社長ということで、初めてエンジニアリングという業界に足を踏み入れたわけです。その際、日鉄エンジニアリングが中期経営計画というのを検討中でした。その中で、どんな将来像を描くんだという議論をしていったわけです。某大手のコンサル会社が入ってておりまして 一通りその議論を聞いたとこういうふうに言われましたそれでエンジニアリングの未来なんですかでデジタルどうするんだって言われたんですで当時は IT だったんですけどどうするんですかと聞かれて全役員拒とんとしたわけですでなんで拒とんとしたかというと IT っていうと 実は日鉄グループの中には日鉄ソリューションという IT の会社があってそんなの日鉄ソリューションの仕事じゃん俺たちはエンジニアリングだというような感じで何をこのコンサル言いたいのかって全く分からなかったあんたたち全然ダメだこれっていうような顔をされてこの「THESECOND m a ジ h i n e a g e というこれ MIT の先生方が書かれた本で読めって言われたんですこれはですね我々にとってある意味では衝撃的なことが書いてありました。 機械っていうことなんですけど AI のことですまあ第一次の産業革命が蒸気機関が移動手段である動力源である馬を駆逐したんですね同じように AI が人を駆逐するっていうようなことを書いてあったわけですサブタイトルにも人は馬になるのかっていうのを書いてあってびっくりしたわけです AI が人の仕事をどんどん置き換えていくっていうことを書いてある オフィスの事務のサポートなんかは半分ぐらいもう人がいらなくなるとかですね,ね書いてあるなんとエンジニアリングっていうのは40%ぐらい人がいらなくなることこれと似たようなことがザ・セカンド・マシン・エイジに書いてあってそれにどう対処していくのかっていうのを今後企業経営者は真剣に考えないといけないということがああの大きなテーマとして提示されたわけですねでそんなこと言うけどじゃあ何やらいいんだっていうのは正直言って当時の我々の感覚でしたちゃんと AI をううまく使う ビジネスモデルを活用したエンジニアリング会社にならない限りは我々自身が駆逐されるかもしれないという恐怖感答えがないよなそんなこと言ったってっていう不安感こういうのを両方持ちながら AI に向き合う経営というものに恐る恐る DX に 踏み出したわけであります先ほど申し上げましたようにそんなこと言っても何やっていいかよく分かんないっていうことで本来ならば2016年から中期に新しい経営計画ってのスタートさせるさせるつもりだったんですけどそれはとりあえず1年遅らせて DX について議論した上で次の中期の取り組みにしていこうじゃないかっていう コンセンサスを得てどういう DX に踏み出すかということをいろいろと関係者役員社員で議論していったわけです2016年データサイエンスというのをスタートさせましたやっぱり DX の基本になるデータサイエンスをちゃんと分かる人間を社内に置いてですねできる範囲からスタートさせようということでいわゆるスモールスタートって言われているやつですね一人 AI に非常に強いベテランの社員がいたんですけども日鉄エンンジニアリングじゃなくて 別の会社にもともといた人間なんですがその人間を来てもらって何をしてするべきかということを彼にもいろいろ考えてもらったわけですがその中で非常に面白い取り組みがありまして日鉄エンジニアリングの事業の中に環境プラントということでゴミ焼却発電をやってる事業がありますで全国に30箇所ぐらいそれを作るだけじゃなくて動かしています30プラントのオペレーションデータというのがサーバーの中に30か所30数箇所のデータが眠ってたんです30年分でヘッドアントして た人間がどういうふうに使ってるんですかって聞いたところそのサーバーを管理してた人間がいやいやこれこんなもん持っててもしょうがないんだいつこのサーバーを廃棄しようかと悩んでんですっていうような話になってデータサイエンティストが「何を言ってるんですかこれ宝の山って言うんです」と言われてそのデータを使って設備の操業のパターンだとかをバッっと一気に分析してですね解析した結果を関係者に見せたわけですこういう時に設備のトラブルがありませんでしたかいやいあやあった ちゃんと見える化していくでそういう動きがデータとして蓄積されていくと今度は予知保全とかに活用できるんですっていうような話を彼からされましてみんなそこで頭をカツンと叩かれてこれは しっかりやらないといけない、やる意味があるんだな、そういう気づきがあったわけです。データというものをちゃんと取って、それを活用、操り、生かしていくようなアプローチをこれからしていくべきだなということで、そこから方向性が見えてきまして、2017年にはこのデータサイエンスというのを DX センターというものに格上げしました。日本的にも DX と言われる言葉が使われ始めたのは2016、年からなんですけれども、そういうことで DX センターを設立して、ヘッドハウントしてきたてきた。 人間をキーパーソンにして、最初にデジタルニーズっていうのがどのくらいあるか聞いてみようっていうんで、現場に聞いたんです。そしたらなんと700件出てきた。 要するに経営者、我々経営人はボケーっとしてたんですね、現場にはこれだけのニーズがあるんだということに、まずは驚かされました、これにどうやってじゃあ今度、応えるのかということが、経営としての大きな課題になったということでありますまず、その社内のデジタル人材の登用を開始して、デジタルナビゲーターというのを作りました、これは志願性です、ね、す我こそはという人間を募ったわけなんです。 そういう人たちが現場の各部署に配置してそれで DX センターの兼務を発令してですね先端のあのデジタルの勉強と現場のニーズをマッチングさせるという役目を担ってもらうということになりました職場のニーズに応じたデジタル教育っていうのを始めたわけです Excel のマクロだとかロボットプロセスオートメーション一番最先端のは AI なんですけどそれぞれレイヤーが違いますのでそれぞれの部署にマッチした教育を 始めたわけですでそういうことで2017年から本格的な取り組みがスタートいたたししましたでちなみに全社の,のシステム統合っていうのよく言われる ERP とかで全社経営管理システムみたいなものが理想的な採集系としては我々持ってたんですけれどもこれはとりあえず後回しにしてステップバイステップでいこうということで動き始めたわけです。ただ エンジニアリングの会社っていうのは EPC と言われている現場でいろいろなプラントを建設するにあたっては設計から資材調達それから建設というそのプロセスをきちっとマネージするプロジェクトマネジメントの仕組みっていうのは大変重要なんですけど必ずしもデジタル化されてなかったのでここはまずしっかりやろうということでこの現場の EPC から入っていここううということで取り組みを始めましたそれで2018年には DX 表彰だとかというものを作ったりそれからじ実際にもっと幅広く人材教育しないとそのニーズについていけないよねっていうことでデジタル人材教育ということで経営陣も含めて必須である科目なんかは勉強するということころで全員が DX 人材になるという意気込みで取り組みを開始しております今も続いておりますさっっきもちょっとご紹介した EPC の いわゆる全社統合システムについては去年スマート EPC という形であの整備完了したんですけどこれやっぱりスタートから5年ぐらいかかってますしたがってステップバイステップっていう意味合いですね一気に理想には近づけない近づけられないということでちゃんとその間のステップを踏みながらやっていくっていうことが大変重要だそこを私自身が大変強く感じたところでありますこれが私のデジタル 変歴と言いますが、先例でありましたそれをこの8年間で学んだことということでまとめますと一つは DX は答えを自ら導き出すしかない答えは現場にある。これどういうことかというとコンサルも入ってたんですけどまあはっきり言うと役に立たなかったあのいろんな示唆はあるんですけど結局自分たちで考えるしかないんですそういうことで答えてくれないというかわかんないんですねやっぱり仕事業務が一番分かっている人がデジタルを考える方がいいということが私が学んだことです それからその答えを導き出すためにはですね常に考え続けるということが非常に重要だということとそれからデジタルっていうのはご存じのですり例えば生成 AI とかいう言葉は皆さんも聞かれてますけど1年前はあんまり出てなかったんですねでそのぐらいやっぱりデジタルの世界っていうのは技術の進歩って早いですからこれ学び続けとかないとあっという間に時代遅れに。 なってしまうここがもう一つのポイントそれからこのデジタルの場合実際にやってみないと分かんないっていう部分が大変多いですトライアンドエラーの積み重ねでようやく正しい答えが見えてくるという世界なんだっていうことを気がつきましたつまり自ら考え学び実践しながら現場が主導する DX を根付かせさせる意味の大きさっていうことステップバイステップが大変重要です要する。にに焦らないい一歩一歩着実に行きましょうというとところを 私が学び感じたところであります私が常に標語で使ってたみんなで DX だとこれを一歩ずつ前にという、まあ、標語なんですけど DS マインドという授業のタイトルなんですけどこの DS っはデータサイエンスのことですでその下に副タイトルで「みんなでデータサイエンス」って「みんなデータサイエンス勉強しましょう」という言い方でこのロゴを作ってるんですけれどもみんなで DX を進めていきましょうとみんなで進めば必ず到達できるというのが私の信念であります。それから 続きまして時系列的に学んできたこと考えてきたことをお話ししてきたわけですがそれを少し整理してお話を次にさせていただければと。 思っております最初は DX の定義と必要条件これはまあよく聞かれてると思うんですけど DX とは何かっていうこれはもうああ前提条件の話でありますさまざまなデジタル技術を駆使して取得したデジタルデータこれを活かして事業の革新や変革を推進するということで要するに効率化だけでありませんというような話があるんですけど私は革新変革に行くのは最後だと思ってましてそれが定義だということです。たただそのためには必要条件がある いうことで一つはデジタルデータを生かすっていうことで要するにデジタルインフラというものがないと前に進めませんこのデジタルデータが容易に取り扱えられる環境これはちゃんと構築しないと前に進みません手書きのメモだとかそれではできないわけですセンサーですとかインターネットの通信 w i f i ですねあるいは大量の データを高速で演算できるコンピューターですがそういったものが必要条件であるということですそれから次はデジタル人材でありましてデジタルデータをその取り扱う操り生かすことのできる人材がこれは必要で別の言い方をするとデータを加工分析しあるいはその分析されたものを見て評価するそういう人材というのは重要になってきますただその前に必要なものがもう一つありますこれはです、ね、悩みだとか課題 要するに課題解決のためにあるいは悩みを解消するためにデジタルをどう使うかというところでスタートするわけなので悩み課題を持ってない感じてないそういうところでは DX は絶対できないだからですから順番から言うとこの3番目悩み課題っていうのをしっかりと持っていることが DX の必要条件そこに デジタルインフラだとかを構築しデジタル人材を育てていくということで DX につながっていく DX に近づいていけるんだろうと思っていきますただこのデジタルって言うんだけどデジタルって何というふうに思われる方も多いと思うんで,すでなんでデジタルっていいんだよっていうことは皆さんも考えられてると思いますし私も私自身もなんでデジタルなんだっていうのは何回も考えましたしたがってデジタルのご利益って何っていうのをちょっと整理してみましたそれは まずカテゴリーで整理するとこうですキーワードだけで言うと4つありますデジタルの特性とつながるそれから見える化それから大量拘束そして性格客観性この4つだと私は考えてますちなみに今日お話ししている整理っていうのはあの私自身がこの8年間で考えてきたことを整理しているだけなので雑白な 表現になってしまっている部分も多いと思いますので、そこはご容赦いただきたいと思います。このつながるというのはもう今当たり前のようにオンライン会議だとかそういったもので一気にデジタルでつながり始めてます。SNS ですも含めてですね。これを企業経営の中でどう活かしていくかというのは非常に大きなポイントであります。それから見えるかっていうのは数字の表だけ見てもよくわかんないけど、それを折れ線グラフにしたら全体の傾向が見えてきたとかですね、見えるかっていうのはそういう価値があるわけで、経営者の一番大事な仕事ってのは意思決定することなんですけど。 その意思決定につながる作業というものが大変効率化できるということでありますそれから大量拘束とコンピューターの世界やビッグデータ等をです、ね、あっという間に処理して分析してくれるというこういうメリットがあるそれから正確性客観性アナログの時っていうのは経験と感ていうのが大変重視されてきたわけですここから脱却していく時によくデジタルのメリットという形で使われていますただ私は経験と巧み感とか巧みの技っていうのは大変重要な 知的財産だと思っているんですそれを科学的に裏付けてくれるのもデジタルだというふうに考えておりまして経営の意思決定の流れの中で整理するということでまず意思決定の流れっていうのをモデルで整理するとプロジェクトマネジメントの世界で DIKW モデルっていうのがありますデータインフォメーションノレッジウィズダムデータはデータでインフォメーションは情報それからノレッジと記録ですそれからウィズダムっていうのは学習効果でありましてでこれ 意思決定の流れとどういう関係があるのかということで考えると経営者にとって一番重要なのは決断を下すということだと思うんですけど決断を下す際に必ず情報を取ると思うんですねこれがインフォメーションです意思決定の根拠になるこの情報を形成するという情報の根拠になるものがデータだと要するにデータを加工分析してインフォメーション情報になっていくというプロセスがあるということでありますデデーータタをを収集してデータを作り そこからインフォメーションを作成してそれを経営者が見るとで意思決定をするでその後ですね意思決定した内容というのは当然記録されるわけです人の頭だけにとどまるところ記録じゃなくて記憶になるわけですけどそういう形でこのノレッジっていうのが形成されてそれに基づいて決断に基づいていろいろ施策を実行するわけです実行したときにうまくいく場合いかない場合があるんですねでここで結果として製品を踏まえて蓄積されたノウハウっていうんですけどこれうまくいったらいかないっていうものが実は そののににとっってて大変重要なな資資源源経営資源になっていくわけですうまくいった場合には子どもそのまま行こうあるいはうまくいかなかった場合にはそれを反省してどうすればいいのかというようなそういったのは非常に重要なノウハウになっていくということでこれ学習成果というふうふに私は訳しましまたこれが一種の意思決定の流れなんですけれどもこれをちょっとチャートで眺めてみますと。 左から右にさっきの流れがありますそれがアナログの場合はそれが手書きであったり経験と勘であったりそれから記憶であったりあるいは俗人の頭の中にノウハウが蓄積されてしまうということなんですこれって一言で言うと人人が全部やっっててるるんですすを走らせいいうふうふに使います私これ最近使ってる人間 AI 日本の会社ってそういう優秀な人材がいっぱいいるもんですから経営者っておいこれやっとけ。で 済んでしまうこれほど便利な AI ないんです機械の AI っていうのはもっと要件定義だとかきちっと経営者自身が定義しながら実務を進めていかないといけないんですけどデジタル化っていうのはこの人を走らせるところからデジタルデータを走らせるというプロセスに変わっていくということでありますそのデジタルデータを何で走らせるのかっていうのは先ほど申し上げたデジタルのご利益これを享受するとこの方が格段にスピードも速いし 正確だし短い PDCA でもあるということになっていくわけなのでそういう意味でこの経営の意思決定の行為これをデジタルで今後はやっていかないと時代に乗り遅れるぞあるいは競争に負けてグローバル競争に負けてしまうというようなそういう話になっていくと思いますなぜデジタルかというのはそういうことでありますけれども次にあのステップバイステップの重要性ということをお話ししたいと思いますス3ステップあると思ってまして一言で言うと点 線面のデジタル化とということでありますで、点は個別の業務あるいは個別のデータをデジタル化する局面です。デジタル化された個別のデータあるいは業務これをフローでつないでいくこれは線のデジタル化というふうに私は定義付けます。でそのフローでつながったものが複数集まってそれを多角的に活用するっていう局面になると面の デジタル化ステップ3の姿でしか AI は動かないわけです。で従って究極の目的は面ということなんです。面に行くためには点がないとダメだしそれが線になってないと駄目だ。ということでこれはス,テップはステップを踏んでいくしかないというのがこのデジタル化の3ステップであります。従ってステップを順に,順に踏んでいかないと DX にはたどり着かない。 とということであります先ほどのチャートを使っていますと点のデジタル化っていうのは手書きの出入力したものをセンサーとかなんかでデータを収集しましょうというような話。 デデジジタタルルに置き換えるこれが点のデジタル化です次は線なんですけども、この矢印が横になります。これはそれぞれの個別の業務、あるいはデジタルデータをつないでいくという、こういう作業、これが線です。この線、全部をつながらないといけないということでは必ずしもなくて、例えば、ここのインフォメーション作成までが一つの線でつながるという場合もあります。これが線のデジタル化です。デジタル業務フロー、線のデジタル化。例えば、温度を手書き入力してたのを、 自動で温度が取れるようにしてそれをリアルタイムで管理センターに送ってそれをグラフ表示にしていくこれは点の業務を線につないでいったっていうで面のデジタル化っていうのはここに統合データベースというのがあるんですけどこれは何,何の役目を果たすかというと複数のつながったデジタルのデータが一緒に入ったデータベースだと考えてください。でそれを同時に活用していくと 例えば熱中症の予知をさせる AI を作ろうとしたときに温度だけじゃなくて湿度も関係あるかもしれないあるいは個人の体調も関係あるかもしれないといったときにはそういう人たちのデータあるいは湿度のデータ温度のデータを一緒に入れたデータベースというものが必要になってくるデータをベースに面のデジタル化をすれば熱中症予知 AI というものが構築できるといったような。 例であります目指すはこの面のデジタル化なのかもしれないけれどもそこに行くには点のデジタル化と線のデジタル化をしっかりやっていきましょうその次に面のデジタル化を目指しましょうということであります。ここれを丁寧にやっていいくということうであります事例をお話しようと思いますが私のクライアントさんで A 社っていうのがあって40年ぐらい使っている設備があってレイアウトはあの流れ作業なんだけども制御単体ごとでただ一貫的なデータはないんですというようなそ一部ハンドインプットです。課題感 はインプット負荷が大きいとか、最近設備の突然停止が増えたっていうようなことで悩んでいらっしゃる。課題というものを、えー、設定します。設備の劣化状況をリアルに把握したい。最終的には予防保全予知保全したいんだっていうことであります。 で現在位置はどこかで先ほどのステップでいうとどこにあるんだろうかっていうのを確認すると初めの一歩とターゲットっていうのを決めますで初めの一歩はまずはリアルタイムで設備の稼働状況を見えるようにしようでこれはステップ1からステップ2だでターゲットとしては最終的には予知保全モデルを作りたいそういうターゲットを設定しますそれぞれのステップでどんなデジタル方策を適用しますかっていうのはここに書いてあるようなことを検討して でステップを踏んで実行していくと現在ステップ1の段階ですトライ中です志はステップ3だけどまずはステップ1かなといったような取り組みをしている例でありますこういった形でステップ感を持ってやっていきましょうということですでこれは今の例をチャートで見るとこういうことですでステップ3は故障予知 AI の構築なんだけど今 ステップ2ああたりりを頑張ろううとということでありますまとめで言うと要は課題それから現在地の確認それから初めの一歩とターゲットを決めそしてそれぞれのデジタル適用方策を決めてステップを踏んで実行するとこの5つのステップ感を持って私のお客さんは いろいろな課題に取り組まれているということであります次に整理した中身としては人材ですデータマネジメントというのはデータを操り生かす人材というのを育てていかないといけないんですけど私の経験的な結論ではデータマネジメントを実際に取り組んでいる人が学んだ方が長期的には確実に成果が出きる経験的結論ですテーマによっても違うと思いますけどもデータを操りデータを生かすっていうのはどういうことかというとデータサイエンスという 世界っていうのは実はこのデータを作って情報をインフォメーションを作るこのあたりのエリアのことをデータサイエンスです。だからここを勉強する人が必要ですということ。勉強する。 必要がありますということですそれから DX の戦略を考えていくっていうのはこれ要するに学習成果をどう生かしていくかっていうのはノレッジ以降の蓄積されたその会社の資産をどう次の世代に生かしていくかを勉強していけないということです AI 構築しようというときは何しないといけませんかと、これ実は全部勉強しないといけませんで AI の勉強をしようと思うときは ここは全部絡んでくるともちろん技術的な部分は当然ですけども実際にさまざまな局面の勉強をする必要がありますめちゃくちゃ面倒くせえじゃんあるいは大変じゃんと思われていらっしゃるかもしれませんが実は今そうじゃなくなりつつあるというのをちょっとお話します簡単に申し上げると40年前ちょうど30歳前後の時にパソコンが出てきたわけですそれはある意味衝撃的なことだったわけですそれまで 大型コンピューターでやってたような仕事が目の前のパソコンでできるようになってきたということでテクノロジーというのがどんどんこう近づいてきてるわけですそれが40年前それから30年前15年前10年前そして今現在という間にですね何が起こってきてるかというとどんどんデータサイエンスに関わるいろいろなアプローチテクノロジーがあの使いやすくなってきてるここで例えば AI ノーコードっていうふうに書いてありますけど要するにプログラムを 使使わななくててても AI をいいここせるる時代が今訪れてきてるということうです最近若いスタートアップの人たちがよくプレゼンで言ってるんですけどテクノロジーを民主化するんだ AI を民主化するっていうような言い方をしてまして私もその何社かの スタートアップの若者たちと一緒に勉強もさせてもらってるんですけど本当に今使いやすくなってきてます AI って恐れることはないという時代になりつつあるということでありますデータサイエンスの世界っていうのは私データクッキングっていうふうに言ってるんですけど料理と一緒だっていうことで AI モデリングとノーコード AI モデリングっていうの先ほども言いましたけども高度なモデリングこれはやっぱり今でも Python だとかを使ってプログラムをちゃんとあの組んでいかないと構築できませんけどもそうでもないものであれば画像 認識の濃厚度のツールなんか今出てきてますこれは料理で言うとあたかも電子レンジが出てきたオートクッカーでもうメニューポンと押せば料理が作ってくれるっていうのはそれと同じような世界に今 AI が成りつつあるということであまり恐れる必要はないいうことですレベルによりますけれども三ッ星シェフを目指す人はちゃんと勉強してくださいだけども家庭でちょっとした料理を作ろうかあれちょっとした AI を構築したいなという人にはこの レンチンチ料理人的なノリで AI の構築も今できるような時代になりつつある私の DS マインドの設立趣旨にもこの QR コードに入って読んでいただければと思いますが非常にフレンドリーになりつつありますよっていう話です事例としてはですねある製造大会レンガを作ってる会社なんですけれども品質管理品質問題をに対処したいということで AI を取り組みたいなということで課題としては長いリードタイムだとか品質不良要因がなかなか特定できないとかいうことで。 現在地はデータはあるんだけど複数工程のデータ連携が取れてないとかいう話になってじゃあどう,どうしたいのかっていうとそのデータ連携をまず取った上で最終的には進出不良発生防止モデルを構築したいよねっていうようなそういう取り組みをされてる会社があります。ここに今 適用しているのでここにあえて人材育成方針ということを入れているんですけどここの今使っている AI のサービスっていうのはこのノーコード分析クラウドサービスでありましてで実際にそれを使いこなしているのは創業管理やっている人ですだから AI の技術者でも何でもないんですそういう30代の若手の人がこれを実際に使っていろんな分析を始めています要するにそういう時代が今訪れているっていうことで 新しい技術だから大変なんじゃないかっていう思いはあるんですけれどもテクノロジーの方が近づいてきてくれということで恐れることはありません結論としては誰もがデジタル DX 人材になれますよということでここでもみんなで DX という言葉を使わせていただきます全体のまとめでありますが DX は一日にしてならずです DX はじめの一歩としては個別業務や業務フローのデジタル化をステップバイステップで進めるとでその先に事業の DX が視野に入ってきます2つ目が経営者から 従業員までそれぞれのレベルのデジタル人材を目指しましょうその先にデジタル人材 DX 人材への成長それぞれが成長していく若手だけに成長させるんじゃなくて経営者自身も自分も成長していくんだという気構えそういった形で臨んでいただきたいなと。 いいうふうふに思います最後になりましたが、全然違う話をさせていただいて、私自身がデジタルやらにはいかんということで、取り組みを始めて、今、えー、8になりますが、やればやるほど強く感じているのは、アナログというものを大切にしないといけない。アナログというのは会社によっても違うんですけれども、人材であり、顧客であり、物であり、設備であります。これは全部リアルなんですね、デジタルじゃない世界。ここにちゃんときちっと向き合ってないと、本質的な会社の変革はできないと。 いいううこととだろうと思いますエンジニアリング会社の場合はアセットというのは人材なわけでチームワーク顧客とのインターフェースそういったものを大事にしないとそのデジタルだけで全て答えが出てくるということじゃないというのをますます感じるようになってきていますデジタルはあくまでもツールだという位置づけでどう活用して事業これはほとんどの会社はアナログだと思いますのでアナログの明日の姿を構想することで事業の未来が開けてくるんじゃないかと。 思います日鉄エンジニアリングで私が社長を退任する前の年に作ったスローガン AX×DX=EX っていう AX はアナログのトランスフォーメーションアナログも変革していこうとそれから DX はデジタルも変革していくその結果エンジニアリング全体がトランスフォームしていく変革していくんだっていう。 そういういスローガンをこ,こ,かかましたでこれ、掛け算なんで、どっちかがゼロだと答えはゼロになる、足し算じゃない、か掛け算なんだということを、まあ、胸に刻んで、後輩に葉っぱをかけて、私はリタイアして、今楽しく DS マインド、お客様と一緒に仕事させていただいております。この AX×DX=EX というのは、私の心の中では常に刻み続けられている大事な軸足だということで、これを最後にご紹介して、私のプレゼンテーションとさせていただきます。どううもごご清聴ありがとうございました拍手